長野と福島の一戦、30度を超える気温の中で行われたゲームでした。前半は長野の前線での守備が光っていました。32分クロスボールにバンダイというところでした。20分のシーンでした。バンダイは合わせていったんですが、このチャンスを生かせません。そして32分のシーン、前線の守備で非常に貢献していた、献身的な動きをしていた勝又、ここでボールを奪って決定的な場面でした。バンダイも上がってきましたが、ここはシュートを選択、サイドネットに当たりました。ここキーパーと1対1のシーンでしたが、右に外れました。一方の福島、前半はシュートが2本に抑えられました。アディショナルタイム、ここのシュートがあったんですが、これはゴールキーパーに抑えられます。前田のシュートは小沢に阻まれました。比較的前半は長野の前半でした。後半立ち上がり、松原のヘッド、こぼれたボールもう一度押し込んだんですが、これはその前にファールがあったという判定。ネットは揺らしましたが、ゴールとはなりませんでした。ゲームが動いたのは57分です。ここのテンポのいいパスから樋口が右足、綺麗にゴールネットを揺らしました。樋口の今シーズン3ゴール目、2試合連続ゴールとなった樋口。福島が先制しました。1点を追う長野、コーナーキックから松原のヘッド、後半はかなり松原が攻撃に参加するシーンがあったんですが、ゴールは奪えません。逆に69分、ここも決定的な場面でした。福島、田村のシュートは左に外れます。これが決まっていればというようなシーンでした。69分です。長野、松村、このシュートが左に外れます。綺麗に切り返したんですが。そして88分でした。1点を追う長野、ここで左でボールを受けた東が右足でシュート、このシュートが決まって長野が同点に追いつきました。